三河牧野市。三河牧野市は、三河国宝藩軍中上京、牧野村、愛知県豊川市六野町を発祥とする牧野市の一族のことである。この族の中から越後長岡藩主をはじめとする五つの近世大名、牧野の流れが輩出した。三河牧野氏は、戦国時代までに主に東三河の保郡軍を中心に、厚み軍、八名軍の一部を含む地域に分布した。 土豪として栄え、中でも、牛久保城と吉田城に居城した牧野氏は、黒人領主に成長した。その経類、所有もむねこれに従属したが、戦国乱世の合戦の優勝列敗の結果、西三河地方や尾張国をはじめ他国に流れて、移住したものもあった。以下に、東三河地方の分布の痕跡を挙げる。ホイ群牧野氏の所見資料は、過吉三年。 1443年後ず天皇社を、笹ぐ勘定僕や右、馬頭五根竜と判読される、豊川市、石原所在の中城新草神社の胸札であるが、この胸札自体の年月は、遠方9年6月、新歴1681年7月になっている。他には、豊川市在が町にある、在賀寺八所根源社の文明3年12月11日、 新歴1472年1月21日、胸札に、元首巻の琥珀。また同時には、文明4年11月15日、1472年12月15日、胸札に、巻の左京領主制、巻の修理心理用の記名や名を4年、1495年の、根流胸札にも、大胆な巻の琥珀の記名がある。また、ホイ軍ではないが、 豊川大岸の八名軍和田村、現、豊橋市和田町にも、文明三年、千四百七十一年の、和田杉本八万宮村札に、牧野春香は、川守るとある。三河牧野氏の三河定着以前の出自については、諸説がある。三河八将の牧野氏は、平安時代の四国の阿波、佐野貴国の豪族田口氏の子孫が四国から三河へ、ト来したという説と、 これを否定する説がある。また、四国から三河への渡来したとする説についても、三河国渡来の時期について、牧野氏先祖が上級の乱の時に、鎌倉幕府、北条執権政権の軍に参陣し、鎌倉方に対する先行の恩賞として、三河国法藩軍、牧野村の地頭に干せられ、その地名を苗字としたという鎌倉時代、及びそれ以前渡来説、牧野村移住と、 自当部人と室町時代の応援年間に、あは、佐抜の豪族であった田口氏の一族が、三河国に捕らえ、同軍の牧野村に、牧野城を築城してその地の領主となったという、室町時代捕ら説、田口正方、成富富氏の移住がある、また、捕らえした人物についても、複数の伝承があるが、客観比較が可能な資料が乏しいために、明確な見解の統一はなされていない。 三河の牧野氏はその系譜書、家電によれば、蘇我田口阿蘇川堀、蘇我の田口の阿蘇川堀が、蘇という四国阿波国の豪族、稀勢田口氏の後衛という、田口成義、京良夫氏は、平安時代末期に平の清盛に仕えたが、三河牧野氏思想と伝えられる人物はその子孫であると、される。判例不都線は、実施、細線は用紙を示す。記号、 A, B, C は A, B, C に対応する。長岡藩士家の牧野系図、牧野系図、稀勢、牧野家系図、本国三河、田口屋村生、いずれも長岡市立中央図書館像の記述内容によれば、三河の牧野氏先祖は、鎌倉時代、上級の乱までに多橋領の子、牧野重友、牧野聖、ママ兄弟が、阿波国、または、佐抜国より、 三河国中上京、牧野村二重、上級の乱 ?1221 年で、鎌倉幕府北条執権政権に加勢して、功を認められ、自党になったとする。その後、政長の刑は、数代を経たが、無次のためか続かず、聖次の平三郎刑が、牧野氏の主流となる。前系完成重修諸家府百五十二の田口死流牧野氏のつには、 田口成清の代まで、佐抜国に従事、田口政府が、大英年中、1394年から1428年、将軍、足利義持の命により、三河国法藩軍中上京、牧野村に来住したと巣説。なお同じ関西重修諸下府の薪367、丹後田辺藩牧野氏の筆は、成富は、細川氏に従って、三河国に移り、本軍、 牧野村に従したとする。また、長岡藩主牧野家の、牧野家系図、本国三河、田口阿蘇生前系の記述によれば、大英年間に、佐野帰国より、田口政法、成富、清流不死が船にて、厚見郡室津に着船、同地の室八万宮に寄宿したという。成富の系はその古政治、紅白、孫の信成と続く後の今橋城主の系。 タクラ系となる。なお、関西府では、田口氏の流れが、牧野氏であるとしているが、吉田城内新名社、現在の悪美神戸新名社の胸札には、明王六年十一月十七日、タイラーソン、琥珀、愛知県氏、中世一から三という記述が見え、兵士を自称していた。判例不都は、実施、細佐は用紙を示す。記号、A、B、 C は ABC に対応する。田口英三河の牧野氏を保国像の末裔、あるいは三河一宮の都市下神社や尾な鳴海神社、等の神官の末裔ではないかとして、四国の田口氏末裔説に否定的な諸説が存在する。大田領が戦前に唱えた説である。大田亮は著書、神社を中心としたる宝半分子で、阿波国田口氏末裔説を否定した上で、 牧野氏と、三重氏は、保国像の末裔ではないかとするが、保国像が実在したとする学会での定説がない。また、保国像との関連性が一部で指摘されている、愛知県の浅生田大橋遺跡発掘調査の最終結果及び、同遺跡の学会での定説の確率を見ない状況である。柴田春弘氏、保国原子校、第3話の牛久保校で、牧野氏は、 愛知県豊川市と鹿神社官主、市、草門市と同族ではないかとしている。このほか、郷土市屋などから、牧野市は、新官、新職が土豪化、地侍化したものではないかと指摘する声がある。三河山本市、堀田市、諏訪市などは、新官、新職の出身者が土豪化した例である。平三郎系は、牧野時成の時、原稿の乱 1332年で、足利高氏に味方し、この後世が三州厚み郡内に、恩賞の地数箇所を得た。その古生国の時には、三河守護一色半光に属し、その孫、平佐武郎政郷は、王仁の乱で、一式吉直に従いて合戦に参陣したとされる。牧野平佐武郎家は、その後、王仁合戦に、聖軍、一式吉直を帰化として参陣したため被兵し、 その勢力を著しく低下させたと思われ、一式吉直の家臣、牧野重沖、平三郎は、文明八年、1476年死去し、その死君吉直が、将軍、足利義政には僕を認められ、三河守護職を放棄したために、その後衰えた。聖教の子忠敬は、軽示がなく、一族牧野聖主、では守る、聖勝を養子としたという。ここまでは、 牧野家の系図、家父等の家電のみで、伝承の類いである。十六世紀に入ると、家電以外の資料に、牧野氏の記述が現れてくる。駿河国の大名今川氏に、関係の深い、レンガ市柴谷県、総長の総長主記によると大英七年、1527年7月に、稲野・牧野平三郎方に宿泊したとの記事がある。また、天文年、 1544年に、レンガ市、谷総北が、東三河に訪れた際に、牧野平三郎、平四郎兄弟が、牛久保より出迎えた記事が、牛久保密談記に見え、またこの牧野平三郎は、ホイグン南端の稲に居住したい、a 六年間、1558年から1570年に一時は、稲本出しに代わり、稲城主であったとも言う。聖主の形は、 牧野では守る補正が継ぎ、戦国大名今川義元の庇護のもとに、牧野一族の実質的な総領となったが、義元戦士後は、今川氏の衰退とともに、徳川家康に屈して滅亡。また、その弟、牧野貞房、民部、進は、牛久保上主の牧野重勝、宇治勝の刑を継いだとされ、天文年間初期、六年頃には牛久保上主になったと。 推定される。しかし、今川氏の支配を嫌った、民部進貞夫佐は、工事2年、1556年には、今川義元に、上州の地位から追放された。永禄4年、1561年には、徳川氏、当時は、松平氏に、天族、陽子氏の生ただし、馬の城も、A69 年5月には、岡崎で、 家康に越見を受け徳川氏に服属した。こうして、家康との関係を強めた、この系統より、徳川不代大名家の牧野氏が生ずることになった。藩主、牧野氏が牧野平三郎家の所流であるとする説を採用すると、聖京ただ高うじかつ、さだ牛久母上主、清忠氏、牛久母上主安なり、田明長岡藩祖、牧野氏となり、 平三郎政教が、長岡藩主家との同一の先祖となると見られることになるが、この部分について、長岡藩主家系図以外では、同時代文書や確かな記録類等、比較が可能なものは知られていない。牧野平四郎家の家父は、牛久保城にほど近い正岡城の城主、牧野重都市、天平江,江城を、過疎の父都市、その四男であるシンクロ姿勢を、 牧野平主領家の家祖としている。道家系図によると、長岡藩主牧野家の牧野家系図にある牧野茂沖、平三郎がこの系図上には存在せず、また牧野茂勝の父は牧野聖秉であったとしている。牛久保密談記や今橋物語の記述よれば、正岡城主牧野氏は協力もしくは、天文書記に当時主流であった。 今橋城主牧野氏に敵対するまでして、早くから岡崎松平氏、徳川氏に帰属したとする。幕末の品の国小諸藩、藩主、牧野氏家臣、牧野八郎左衛門上道、牧野軍事成功、牧野多門政、こり人氏は、正岡上主牧野重俊氏を演奏とする、牧野平四郎家系の出事であるとしている。これが事実とすれば、 長岡藩主家の系譜の塩素部分と明らかに異なる家系を相伝していたことになる。四国から渡来した伝承を持つ牧野政府、桜左衛門の城を外し、その子政治、古白入道が、それまでの本軍から豊かは、当時は吉田川の対岸厚見軍に今橋城を築いて居城とした流れで、以後当主は代々、田倉、田倉,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 田倉左衛門。 たはつてとも表記されると称した牧野氏の一、系統である。今橋合戦で廃止した、琥珀入道政治ではあったが、その孫、実は、この信成が、新たに上司となる。だが、協力2年、1529年5月、天文元年、1532年節もあるには、岡崎上司の松平清康による信仰を受け、吉田城下の下地、下地、元、 豊橋市下地町における合戦で壊滅し、信成の巨城吉田城も落城して、滅亡、着死殿造坊は、家臣神谷氏の縁で、終わり国地田軍大、元、常名市大野町に亡命した。この系は、小田氏、豊臣氏と所属を変遷し、関ヶ原の戦いで徳川方に移り、後に、徳川氏旗元になった。この牧野氏は本性を変えず、田口としている。 大名家の牧野氏は、清和源氏支流と交渉した。また牧野信成の孫の一人、牧野植門は、慶長五年、1600年、池田照政に召し出されて500国を賜り、その家臣、備前国岡山藩主となった。尊老上位の志士として、著名な岡山藩主、牧野権六郎重則は、この末裔である。藩令不都宣は、実施。 細線は用紙を示す。記号 A、B、C は A、B、C に対応する。牧野地区位は、牛久保城主、牧野馬の城の別れと言い,い、照山城を居城としたというが、当初の照山城は、城ではなくその陰性の屋敷であったらしい。城主、巨漢跡の高山省。着死伝大友もこれを継ぎ、牛久保ぼやかに付属したが、その子、矢地平営稲政は、 松平元康、徳川家康の永6四年四月の牛久保城攻めの際、徳川方に帰属して八名軍の国人領主、西郷を正勝に要力して、牛久保僕や家の当主、牧野重貞には敵対した。正勝戦士の後も、家康の命により西郷を思考士に降力、補佐したが、元気二年、1571年、武田軍が東、三河を攻めた際、 豊川東岸の八名軍数山八丁な縄で、豊橋市で武田方の紫ホロム社とやり合わせのに、成政は戦死した。成政の着手、聖政サル、ヤジは、その後も、西郷家に客分として残留した。しかし、西郷家が所変え、下佐国将実る五千石になった際、過信化されるのを嫌い、牛久保悟屋家の巻の重さだから家督を相続した。 牧野馬之丞、安成が、上州を御城主、二万国になったのを機に、同族の吉見で、これに付属、後家臣となった、後の長岡藩士、牧野屋自兵衛や、近世の不代大,大名牧野氏は、三河物語、徳川三木などの徳川方の資料において、その先祖が、松平や、徳川家の三河国統一の過程に、東三河で頑強に抵抗した勢力であった。 牛久保城の牧野市とて登場する。三河国内で今川家の力が後退するまで、この抵抗は続いたとされる。三河牧野市は、保育軍の牛久保城と厚見軍の吉田城、今橋城が城にしていたが、16世紀初めには、駿河国の戦国大名を今川氏に帰属していた。やがて、牧野市は、西三河で勢力を急拡大した松平清康により、禄2年、 1529年から天文元年1532年の進行で吉田城を奪われた。保育軍の牛久保城を拠点としていた牧野氏、吉田城主牧野家の同族も、その際に清康に服属している。しかし、天文4年1535年の上山崩れで松平清康が落命すると、牛久保牧野氏は再び今川氏に帰属し、 その参加で勢力を盛り返した。清康の孫の徳川家康による、永禄四年四月からの東三河侵攻に対しても、今川法として、頑強に抵抗するが、一族からも次第に、徳川氏に転属する者が現れ始める。永禄五年、1562年2月には、三州桜の収束を目指した牧野氏の総主、今川氏真は、 申請したが、家康との直接対決に敗れた。ついで同年九月に、東三河中流今川軍は、三州東高合戦、三州八万の戦い大敗、翌年三月、牛久保城外の戦いで、今川支持者の牧野玉成が死去すると、東三河諸勢の今川支離藩は、決定的となった。結局、山真の援軍を得られず孤立した、上主、牧野重定も、 英六九年、千五百六十六年五月でには、復属した。以後、牧野氏は、家康の国衆に列して、東三河の旗頭として、吉田城に詰めた、堺中治の配下となり、各地に転戦している。天正十八年、千五百九十年、家康の関東入りの際、牛久保牧屋家は、不代大,大名に列した、牧野康成。また、この大御藩主牧野家から、 長岡藩、笠間藩、小室藩、峰山藩の徳川不代の各藩が成立した。近世大名牧野氏の宗家であるとされる長岡藩主牧野家がいつ不代に列したかを特定できる資料は知られていないが、流栄期間を根拠とすれば、およそ1570年から1590年の間に不代に列したこともある。藩令不都宣は実施。 細線は用紙を示す。記号 A、B、C は A、B、C に対応する。牧野氏が西願寺、豊橋市下寺長の大使堂に奉納した2本の金銭の1本が徳川家康の馬印になったという伝承がある。ページをし記の同項目を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。